バレーボールキューバ女子代表はバレーボールの国際大会で編成されるキューバの女子バレーボールナショナルチームである。1955年に国際バレーボール連盟へ加盟。選手の身体能力が特筆に値する。個々のジャンプ力が高く、ツーセッター性を伝統的に行っている。1990年代のキューバ代表は世界のトップに君臨し、 特にミレアルイスとレグラトレスの活躍により、1991年から2000年にかけて、前人未到のバレーボール三大,大大会8連覇を成し遂げた。だが、その後低迷期を迎えると、2002年世界選手権は5位、2003年のワールドカップでは6位となった。2004年のアテネ五輪では3位となり同メダルを獲得するも、2007年のワールドカップ。 2008年での北京五輪ではいずれも4位とメダルに届かず2010年の世界選手権では3大国際大会でワーストとなる12位に終わった翌年の2011年バレーボールワールドグランプリでは各下の相手にも足を救われて11位という結果に終わってしまった2012年のロンドン五輪世界最終予選でも出場権を獲得できず6大会連続となる 五輪出場を逃すこととなった。その要因となるのが、代表主力選手が次々と海外移籍し、代表を離脱したことにある。その後、各海外リーグで活躍するとそのまま市民権を取得、アゼルバイジャンやカザフスタンなどに帰化した。中でもミレア・レイスの再来と言われ、中学生でシニア代表デビューしたメリッサ・バルガスも、 セルビアとトルコの市民権を取得し、トルコ代表デビューの日を待ち望んでいる。1952年から1967年まで、不参加2015年 FIVB バレーボールワールドグランプリに登録されたメンバー。マークはバレーボールで動入りのプレイヤー。ありがとうございます。